はいどうも、かっぱ園長です。じゃあ、こちら最後、3本目、えー。この動画では、えー、不良外来種、ね。なぜ日本は、日本政府は、日本社会は、この不良外来種にここまで甘いのかな。なぜこの日本に来て、ね、このなんかもう、ね、なんだろう、招かれざるというかえ、そうですよね、僕はそう思うんですけど、そんなことないですか大歓迎ですかね。僕はとてもじゃないけど、歓迎できませんかね。不良外来種ですよね。ね。 うん、もう日本全国あちこちでやりたい放題暴れ回ってるあれらですよ。うん、だけども、ね、例えば、これまあ何日か前、昨日かなおとといかなこの難民認定申請中の,この保護費の話、ね、生活困窮だから事実上、ねうん、生活保護、ね、不良外来種に配ってる生活保護じゃねえのかよってどうなってんだよと足、ね、らねえからってなんかこのね、うん、増やしやがって何考えてんだってそういう話をしたと思うんですけど覚えてらっしゃいますかね。 これをあの青汁王子の美咲さんも指摘していて、なんでこんなに外国人に税金ばらまいてんだろうと、いつも思うんだけど、まず本当に困ってる日本人が先じゃねえのかっていうことをおっしゃってるんですよね、もうごくごく、至ごくっ当というか、もう当たり前すぎますよね。ねだからこれもあの反日外国勢のなんかあれらに対するなんかその僕の,この思いというか、 取り上げ方も一緒ですけど、そもそもそこが問題視されるようじゃもう相当終わってますよねっていうのと一緒ですよね。言ってみれば分かりますかねね。だから、<laughs> そうそう、だから共通するのはやっぱりそうじゃないですか。ね。ジャパンファースト。ね。日本人、日本国、日本国内でですよ。ね。全世界でなんて一言も言ってないですよ。日本国内じゃないですか。日本社会ですよね。日本人社会じゃないですか。ね。 とにかくジャパンファーストだったりジャパンオンリーなのは当たり前じゃん差別でも区別でもひどいことでも特別なんかどえらいことでも何でもない当たり前じゃん普通だろだからこれがどこの国地域に行ってもねその国のだからアメリカだったらアメリカ人でしょ、ね、イギリスだったらイギリス人じゃないですかうん、ね、中国でも中国人でしょ、ね、韓国だって韓国人じゃないですかまずはでもどういうわけか日本はそうじゃなくされようとしてるんですよね うん、でそれをなんかどっかよその国と比べて、ね、やはりグローバルだのボーダレスだのダイバーシティだなんかのけのわからんことほさいて、ね、あるいはなんかこの,、ね、の BLM とかでもいいですよ、ね、このポリコレ的な、ねうん、だから LGBTQ とか,もうなか切り口なんかもうネタは何でもいいんですよね結局なんかこの弱者とか少数とかなんかそういうい日本をこの分断混乱させてこの切り取って、ね、だこれも結局いつも言ってる通りですよね。 半日売国税がね、なんかいいネタねえかなって、ね、日本にたかる、ね、日本を分断混乱させて、ね、日本をこのね、予算つけさせて、ね、公金中中、だからもう中中スキームなんですよ、結局。いつものパターンなんですよね。うん。だからやっぱりこの半日売国税とこの決着つけて、始末つけて、ね、日本社会を日本人の手に取り戻していくためにはっていう話になっちゃうんですよね、結局は。うん。だから突き詰めていくと、ね、 在日のあれらとの決着をつけなきゃもう他どうすることもできないですどうにもならないっていうのは過言でも何でもしゃれでも冗談でもギャグでも何でもないと思いますようんやっぱり結局これ,これらですよこれらねこいつらをもうなんかもうめんどくさいのか何だか知んないけど、ね、もう今さら手遅れなのかどうか分かりませんがねでも結局先送りしてね責任取らないままそのままずーっとズルズルだらだら来ちゃうから今このざまなわけでしょうん ね、本当不思議ですよね。なぜこのなんか不良外来種どもが優先なのか、意味が分かんないじゃん。うんね、別に日本に外国人1人もいれんなとかあ、そんなこと言ってるつもりはないですよ。まあ、基本的には僕、それぐらいしてもいいかなとは思いますけども、あまりにひどすぎるから。少なくとも、ね、うんまあ、これもやっぱりその犯罪とか、犯罪者とか、 ね、その扱いの話とかするときにもね、あの毎回言ってますけど、結局何かあったときに、ね、じゃあなんかこの、ね、留学、学生、勉強が目的なのか、あるいはなこの観光客、ねうん、遊びに来ただけなのか、ね、じゃあまたもう仕事するつもりなのか、何にせよこの日本にこのやってくるわけじゃん、世界中から、あちこちからね、何、うん、かしら目的があって。でもね、 じゃあ、その人がもし万が一ですよ。万が一っていうか、もう普通にですけど。うん。じゃあ、法に触れるような、ね、犯罪に手を染めるような、ね、日本の法律とか、まあ、法律だけじゃなくて、ね、文化とか風習とか、何かしらこの日本流、日本のやり方、日本のあり方、ね、それをか、なんかもう勝手に、なんかこのね、うん、違反、あるいは法律だったら法律違反、違法行為ですよね。うん。あるいはなんか、法に触れてる犯罪ではないんだけれども、ね、日本ではそれはない。 ね、それはありえない、ね。っていうことをこの言,う言う、あるいはこのやる。うん、いや強に言って強に従わない輩ですよね、簡単に言うとね、うん。そういうのはやっぱりね、堂々とお断りするべきなんですよ。うん、でそうじゃないですか。ね、日本国内でしょで。それは別に差別でも何でもないですよね。ねまあ、結局これもこの多様性とかさ。 なそういうこと言うやつにもうなんかもう結局もういつも言い返すことですけど、ね、その多様性をこの掲げてくるやからこそなんか自分以外の自分たち以外の,この考えとかやり方とか、ね、多様性言うやつに限って多様性一切認めないよねってみんなそうじゃん日本でこのなんか唾吐いてくるやからって。 うん、だから結局ね、ねそういうことだからもう、たくらん,、うん、なんていうのかな、うん、金だよね、うん、ねんこの弱者とか少数とか,何かしらこのなんかし、ね、は支援するっていう体で、ね、このだから、中中スキームだよな、うん、反日売国税、うん、だからもう相当やられてるっていう自覚をまず我々日本人一人一人が持たないと、ね、こういうことってもうずっと続きますよね。うん しかも珍しく珍しくっていうのかな、竹中さん、竹中平蔵さん、竹中平蔵さん、ただまあ細かく見ていくと内容ちょっと違うんですけども、不良外来種をっていう話じゃないんですが、日本は弱者の方を簡単に認めてしまうと、それが国全体を弱くしていると、そうですね、この人はまあむしろあっち側の人だったんで、ちょっとなんか言ってるなんか意味合いがちょっと変わってますけども、要はなんかね、この 弱者切り捨て。まあ、別にあれらは弱者でも何でもないじゃん。ね、そもそもなんか日本人ですらないんだから、この。何て,て言ったらいいんだろう,そう。だからもうジャパンファーストを徹底すりゃいいだけの話ですよね。うん。まあ、ここでちょっと竹永さん取り上げたのはちょっと間違いですかね。この人が言う話と全然今,この,今,回の,今の話、何も関係なかったですね。はい、すいません。全然関係ないです。忘れてください。<laughs> で、えー、まあ、じゃあ、そんなことね、うん、やっておきながら、じゃあ、例えば、ね、そうだな、これ、場所どこだろう、えー、インドネシアの人、福岡かな、九州、福岡、えー、と、お金が欲しかったと、金欲しさに、あんだけ、だって、あれですよ、ね、難民申請中に、あんだけ手厚く保護までされといて、ね、それでまだ、まだなんか全然、なんかもう関係ない、日本生まれ、日本卒業、日本人が、ね、 生活している、ね、一般この社会生活している日本人女性に、ね、金が欲しかったっつってこの襲いかかって、ね、この殴り倒して、ね、怪我させて財布奪っていったりするやつこんなのがもう溢れ返ってるんですよ、日本に何のためにこいつら言いさせてるの単純に疑問ですよね、うん、でこれはあのインドネシア国籍の、ね、いわゆる最近名前変えたこの技能実習生28歳。 ねまあ、一応逮捕はしましたけどまあ普通に無罪放免でしょうねんいつまでこんなの続けるの本当に。にんえこいつらにこんなことさせてね我々日本生まれ日本雑誌の日本人がひでえ目に遭う、ねうん、その目の前でよ、うん、青みたいにこのねこのポンコツ仏壇壷井民党のこのねこのポンコツ総理どもがね ガン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 アホみたいにこの不良外来種にもうね、金配り倒してるわけですよ。ね、金配っちゃ呼び込んで、ね、うん、やってきたやつにまたこの金配って、はぁ、あ、何なんですかそれって、なんでそんなことするんですかって指摘,指摘すると、ね、例えばこの某ね、元大臣なんか、いや、そういう目で見ちゃいかん。ね、あるいはなんかこの埼玉川口、ね、この川口市長なんか、なんつってましたっけいや、住民から、川口市民からは、 ね、そんな,なんかこの苦情なんて一件も上がってませんとか言ってどうなってんだよとうんいやおかしいだろっていうのは当たり前じゃんうんえわざわざ日本の税金使ってさ、ね、手厚く保護していちゃいけねえやつらに、ね、そもそもいてはいけないやからに、ね、不法滞在者ってそういうことだろうん何してくれてんだよって指摘するのは当然ですよね なこういうとこなんだよね。もう堂々と目の前で、ね、ジャパンファーストであるべきところがないがしろにされて、それどころかですよ。ね、我々が納めた税金、え、なんで我々この日本社会とか、日本人、個人だったり、日本企業だったり、まあ、日本社会そのものだったり、だからもうありとあらゆるすべての次元、すべての点での,の日本ですよね。うん。日本にこの攻撃してくるやからを、 なんで我々日本人が払った日本の税金でねなんか保護してやったり食わしてやんなきゃいけねえの意味が分かんないでしょ誰がどう考えたってだから結局こいつらをこの例えば支援してる支援団体とかさ、ね、反日不良弁護士どもとかうんこの辺一切合切ですよこいつらはもう完全に日本の敵だっていうのはその通りですよで僕はそう思いますけどねうん えだって襲われて、ね、怪我して、ね、治るレベルだったらまだいいよ。ね、命を落とした人だって一人、二人じゃないよね。それでもだよ。ね、日本政府、ね、自治体、うん、どうにかする気ゼロだよな、どう考えても。相変わらずだよ。だ結局結局、まあ、さっきの繰り返しじゃないけど、やっぱりジャパンファーストじゃないやつらはね。 もう日本にいさせてはいけない。もうそれぐらい極端に、もうはっきりと白黒つけにいかなきゃもうダメな時期に来てるんじゃないんですか。もう転落したやつはもう無理だよ。うん。あなんかね、悪い夢でも見てたのかな。へ,へへ、じゃねえよ。うん。分かってて食い物にして、分かってて日本を売り飛ばして、分かっててこの不良外来種を食わしてやってるんだからもう敵だよ。そいつらこそが敵だよ。 まあ、そいつらこそがというとちょっと違うんですけど、うん。だからもう確実に、ね、確実にやっぱり排除していかなきゃだめでしょう。ん。でもそれをやるには、うん。やっぱり我らとの始末をつけなきゃ何にもできないんだよ。ずーっと指加えて、だから結局今回はなんか福岡県でね、この起きたことですけども、もう別に他人事でもなんでもないですよね、本当は。でもなかなかこれは僕も含めてですけど、ね、自分自身がなんかこの、 あるいはこの、ね、近しいな家族とかね、うんまあ、直接なんかこの被害に遭ったわけじゃないから、なんかイメージしにくいでしょうね、やっぱり。特になんかこの,船、ね、この牙抜かれて、腑抜けにされてもう何十年も経つから余計ですよね。自分ごととして、そう,だからまあそういうのの表れの一つとして、やっぱり例えばこの都知事選挙でもいいですよ、ね、沖縄の話でもいいし、しね、この間この静岡の話でもいいし、どこの県、ね、どこの都道府県でもいいんですけど、 確かにね、このじゃあ選挙ですよって一票投じるっていうのはね、やっぱりそのね、自治体のこのなんか有権者の人たちなんで、ね、選んだ、ね、結果ね、選んだ、その結果に対してはその有権者の人たちの責任って言われれば、それはその通りなんですけども、ね、でもなんか、だからってね、このなんか日本社会のね、一つのね、エリア、それぞれ、やっぱりこう日本人、ね、日本に暮らす日本まで日本の人の日本人として、やっぱり、なんだろう、うん、まあ責任じゃないけど、 でも結局、なんか他人事、だからそういうのもある意味、弱体化、この仕向けられたその一つの結果だと思うんですけど、なんか我関せずみたいな、別に俺、私、ウリ関係ないし、まあいいかなみたいな、それは都民の責任でって、うん、かそういうのもやっぱり,このやっぱり反日売国勢はほらね分断して切り取って難っていうそういうい攻め方をしてきてるわけでしょ、都合いいよね、あいつらにとって。うん だからこの日本そのものに対するこの興味というか、真剣味もやっぱり薄れてますよね。明らかに。そう思いませんだからその辺からなんか、うん、どうにかするって言ったらもうなんだろう、ね、僕みたいなこ YouTube でさ、ねうん、その辺どこにでもいる普通の人間がこの喋ったところで何も変わらないですよ、世の中は。やっぱ教育とかじゃないですか。ね、学校でもいいし、家庭でもいいんですけども。ってなると、やっぱりね。 1>, うん、1ヶ月とかさ1年とかそんな短いスパンでどうにかどうにかできる話じゃないですからねうんだもう長い長いなんかね、うん、時間かけてどうにかして元に戻せるとこから元に戻していくしかないような気がしますけども、うん、まあでも今のところ半日米国税のやりたい放題が、ね、続いてきたし続いているし今後もしばらくの間はそ,んなそうなんだろうと思いますけどもね 余計ひどくならないといいですけども、ね、このままいったらもう本当分かんないですよね。うん、それだけがもう心配ですね。うん、ということで、えーまあ、この怪我した人、ね、なんか無事だといいですけどね。うんえー、今回は以上です。